はい、どうも光るマシュマロのマロです。さあ、ようやく久々だわ、久々にようやくできるんですが、前回でこのピノキオ探検隊探検家が仲間になりましたっていうところで、この古代文字が読めるようになりました。で、太陽に香りを捧げし時扉は開かれるって書いてあるんですが、なんか扉を開くためにまだ何か足りないらしいですね。それを探しにも行きたいし、まあ古代文字がいろいろ見れるようになったっていうので、今までその探してきた古代文字をちょっと見たいなっていうところと、あとね、光ってるところがなんかどうやら掘れるみたいなんで、こうやってこいつ行くよ。あ、下だ、下ボタンでこうやって光ってるところを下ボタンを押すとキノピオが掘ってくれると。そうするとね、うわ、何よ、すげえ、あ、ゴールドハンマーだ、やったね。そう、こうやっていろいろ見つかるので、まあこの辺もちょっと発掘しながら、まあ古代文字があったら読みながらちょっといろいろ探索していきたいなとは思います。さあ、ちょっとここの塔の中に確か古代文字あったと思うので、ここをちょっと古代文字読んでいこうかな。あったあった、あれあれ、これなんて書いてあるのかな。私の足元に瞳は眠る。あ、瞳が眠ってる、なるほど。 L でいつでも確認ができる。あ、これ離れた場所でも、あ、確認ができるわけね、なるほど。で、これ下だもんで、あ、掘れないんだ。足元、足元ってことはこの下ってことか。足元っていうぐらいだから、こんぐらい。ほらった。で、この目をはめ込めばいいんだね。ほら、はまりそうだよ、ここに。さあ、何が起きるか。光ったね。え、いやいやいや、ボス？あ、回った。この光が差す場所に行けみたいな感じ。あ、でもなんかこれ確か壁画になんかこんな絵あったな。あ、なんか浮かんだ、なんだろう。あ、それはそうだよね、建物が回ったからそうなるよね。 OK、 まあこれでこの塔の役割は、ああ、もうもったいない。これでこの建物の役割は終わりかな。違う方向向いてるね。埋まってるとこだよね。あれ、ここ何だっけ。よいしょ。そう、もう一個先のなんかこう、なんだろう、建物が埋まってるというか、黄色テープが入ってってる先か、あそこになんか文字が浮かび上がったね。ただこれは多分この1個じゃなくて、いろいろ謎を解明していくっていう感じになるのかな。私の追ってる、うん、そう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 、古代文字、そう、調べて。闇の訪れとともにキノピチュ、ここに眠る、眠るキノピチュ、砂漠にそびえ立つという巨大な遺跡。へえ。ちょっともうそろそろオリビアはスルーさせてもらうけど。そうだね、ホテルの壁画を試そうか。この模様はまだ多分完成してないから分かんないんだよね。さあ、ちょっと順番に壁画をチェックしていこうか。まず上から行くかな。そう、これこれ、これは4つの眼差し交わるとき、キノピチュ眠るより目覚める、なるほど。4つ、で、これ1個とりあえずこれやったよね、さっき。大きなければその瞳に火を捧げよう。
瞳に火を捧げ。これは6人の神官が火をもたらす神を呼ぶ。はあ、神に会いたくば全ての神官に見守られこの祈りを捧げよ。祈りが書いてないね。ヒゲで緑の客が止まってる。あの緑、街中にある露店を見に行くって浮かれてたぜ。わあ、まだまだ結構回されるのか。なるほどね。まあよっぽどこの6体の銅像はそこのなんかオリビア歌ってたステージのところだとは思うんだけど、キノピオに似てるって言ってたから、どうなんだろうな。さてと、外行ってみよっか。とりあえずこっちのね、右砂漠ここに、あ、なんか塔見えんじゃん、あそこ。これどうやって行くの、あの塔。あ、左にもある。あ、こっちも行けるんだ。行けたね。さてと、あったね、ここにも。なんかセーブポイントがあるのが嫌なんだよな。なんかいきなりバトルとかになってもおかしくないけども。なんだこれは、なんて書いてある。針をまとう双子の足元に瞳は眠る。針をまとう双子の足元。針をまとうってことはサボテン。あった、こいつか。来たー。で、この瞳を、はい、こっちか。はめたら髪の手。そうか、まだ倒してからってことか。お水が入ってる、黒い水。つーん、変な匂い。一応これはめたけど、はめて何も起こんないね。まあ、とりあえずはめれたことだし。違うのかな、光出てないけど。何これ、1万コイン。俺がどんな顔をしてるか当てるだけ。チャンスは3回。いやいやいや、分からんだろ。取ってくれるの。何でもありやん、そんな。ずーっと変な顔にしてみようか。じゃあ、いや、そんな真剣な顔にならなくてもいいと思うよ。どうせ全部外れって言って100円100コイン騙し取るパターンでしょ。いや、そうだよね、絶対外れだよね。で、罰ゲーム。
暗くて狭いところで残りの人生過ごしてもらう。は？何それ。ただ実はすでにあなたと同じように負けた先客がそこに入っているんで、特別サービスでもう一度だけチャレンジさせてあげようか。やらない。ヒゲの似たようなやつってルイージの話か。あ、ゲームオーバーって。何それ、そんな選択ミスだけでゲームオーバーになるんだ。うわー、悲惨なゲームだね。はい、遊んでく遊んでく。はい、やるやる。はい、まあ、この3回めんどくさいな。どのうち全部外れでしょ。当たって1万コインくれたら嬉しいけどね。いや、分かっとるわ。渡せし、あ、そういうこと。笑い顔。今ずーっとね、同じ顔連打してたらもしかしたら正解あるかなと思ってやってたんですけど、笑い顔ね。なるほど、笑いが止まんないわけが騙せたと思って。しかもそこ当たったら正直に言うんだね。あー、なるほどなるほど。あー、ようやく分かったわね、こすると。はい、あー、ようやくかけた。ピーチ城の鍵、スイートルームの鍵。あー、そっかそっか、さっきヒゲのやつに渡したって言ってたからね。オッケーオッケー、これでようやく壁画の謎が解けるわ。まあでも今回お手柄だよ、ルイージ。はい、また変な、なんかあの厄介事をあいつは持ってくるんだろうな、ルイージ。さあ、ようやくクリアできても、結構ね、どう？一回一回のモーションが長かったから20分ぐらいハマったんじゃないかな。さあ、スイートルームの壁画を確認しますか。ほい、なんだこれは。あー、これが呪文か。あー、合わせた動きね。なるほど。あー、オリビアがこの動きをマスターすると。ちゃ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 、いや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 、はい、やってください。さあ、これでようやく塔でこの踊りを舞えば何かが起きるんじゃないかなと。塔というか、まあ何、あのお立ち台だよね、ここのお立ち台、さっきオリビアが歌ってたところ。あそこ行って、そういうことか。あそこ行ってそれを踊る、踊ったら多分これあれだね、あの亀とか
土神様とかなんとか神様の一種だと思うね。その神様と戦って勝ったら火がつけれるようになって、でようやく入れるようになると、そういう流れでいいのかな。さあ着きました、オリビア出番だよ。壁画の呪文ね。オッケーオッケー。でマリオとキノピオも結局踊っとるやんけ。単純な呪文だね。なんか共鳴してるけど、なんだ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 。ほうほう、おーおー、これはちょっとあれだね。なんか某有名アニメの魔法の絨毯とか出てくるやつの入り口にそっくりだね。さあ魔法の絨毯があるかもしれない。さーてと、まあ紙はまあほぼいっぱいだから行きやすか。わーおー、火でひらめいちゃった。あの壁画の歌と踊りって確か神のに会うため、うん、ってことは火を司るか、火神。いいね。うん。知ってた、知ってた。さあ、ということで、今回は以上になります。次回ね、この火神の洞窟をクリアして、まあ、火の力を手に入れて、そこからストーリーがどんどん進んでいくと思いますので、今後期待ください。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひお願いします。バイバーイ。